皆さんこんにちは、ビールエージェント大林です。今回はね、ちょっと角度がいつもと違いますけど、ベンチプレスの重量を伸ばしていくためのバリエーションを紹介していきます。まあ、私ボディービルダーなんで、基本的にはその大胸筋を大きくしていく、綺麗な大胸筋を作っていくためにトレーニングをしているわけなんですが、基本的に筋肉の断面積というのは筋力に比例して増えていく。要するにベンチプレスの重量が伸びれば、それだけ大胸筋も大きくなりやすいということで、大胸筋の重量を伸ばすためのアプローチっていうのも過去にはね、たくさんやってきました。その中でいろいろ失敗もしてきましたし、弊社のね、VIP トレーナーの田中、パワーリフティングの近畿チャンピオンですけども、まあ、その田中からもね、いろいろ教えてもらいながらですね、ベンチプレスを強化するためのバリエーションっていうのもたくさんやってきたので、今回は視聴者のね、皆様の中にもやっぱりね、ベンチプレス強くしたい、100キロ上げれるようになりたいとかね、もっともっと強くしていきたい、そういう方のためにベンチプレスを強化していくためのいろんなやり方のバリエーションっていうのを紹介していきます。まあ、今回はバリエーションの紹介なので、基本のね、手幅はどうだとか、持ち方はこうがいいよとかね、そういうことはあんまり言わないようにします。もうその辺のことは過去のね、動画を見ていただいて、こう分かっていただいてる前提でちょっとお話をさせていただきますけども、大体ですね、この手幅とあとはその足をつけるか上げるかの違いで、結構ですね、その狙いが変わってくるので、この手幅と足の位置っていうのを工夫しながらベンチプレスを強化していくというね、流れになってきます。で、一番オーソドックスなやり方は、まあ、この81センチラインに中指を合わせて握っていただくっていうのが、まあ、一番ね、基本のやり方になります。ベースとの手幅っていうのは人によって違ってくるので、これがね、薬指とか小指になる方もいれば、人差し指になってくる方もいたりします。この81センチラインに人差し指よりも外を持っていただいてもまあいいんですけども、パワーリフティングとか競技のベンチプレスのルールでは81センチラインよりも外を持ってはいけないというルールになっているので、基本的には手幅を広くするにしても81センチラインに人差し指がかかるラインで持っていただくのをおすすめをしてます。まずは基本のね、やり方。じゃあここから手幅をまずは広くするワイドグリップベンチプレスですね。ワイドグリップベンチプレスの方が手幅が広くなる分、可動域が少なくなります。それだけ高重量を持てるようになるので、ベンチプレスの競技をやっている方ですとか、パワーリフティングをやっている方なんかは、このワイドグリップでベンチプレスを行う方が多かったりします。なので、このしっかりね、ワイドグリップでベンチプレスができるようになると、それだけ重量を伸ばしやすかったりします。ただ気をつけていただきたいのは、手幅が広くなればなるほど肩にかかる負担も大きくなってきます。なので、まあ、我々ベタ寝って言ったりしますけども、ブリッジを全く使わずにベタっと寝たままの状態でワイドグリップやっていただくと、肩を怪我する恐れがあります。可動域が広くなりすぎて肩へのダメージが大きくなって、肩を怪我する恐れが非常に高いので、ワイドグリップでベンチプレスを行う場合は、しっかりとブリッジを組んでいただいて、胸のアーチを作ってやるようにしてください。もうお尻が浮いちゃっても全然構わないです。お尻がね、浮いちゃうとインチキしてるように感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、そこでね、あの、変なこだわりを見せてベタ寝でやってしまうと、それが逆に怪我をしやすくなってしまったりするので、怪我を防ぐためにもしっかりとブリッジを組んでいただいて、お尻が上がってももういいぐらいのつもりで、しっかりとね、ブリッジを組んで適正な可動域をとって、ワイドグリップのベンチプレスは行うようにしてください。そして次ですね、じゃあ逆にナローグリップ、この81センチラインに小指が来るぐらいの狭めの手幅で行うベンチプレスになります。このナローグリップの場合は、
筋肉をつける筋肥大の側面でいくと、通常のベンチプレスやワイドグリップのベンチプレスに比べて、上腕三頭筋、腕の筋肉ですとか三角筋、肩の筋肉への負担が大きくなるので、腕を鍛えていきたい方にはナローグリップのベンチプレスがおすすめだったりするんですけども、ベンチプレスを強化するという側面ではまた別の意味を持ってきまして、手幅が狭くなるとよりですね、バーを下に下ろせるようになるんですね。手幅が広くなればなるほど脇が空いてくるので、上の方にバーを下ろさざるを得なくなってくるんですね。バーを下ろす位置が上になればなるほど肩への負担が大きくなって怪我をしやすくなります。なのでワイドグリップでばっかりやってると脇が空いたフォームが身についてしまって、特に高重量に挑戦するときに脇が空いてしまってめちゃくちゃ怪我をしやすいフォームになってしまう、そういう動きが身についてしまう場合があるんですね。それを防ぐためにあえてナローグリップで補助としてねやっていただくことで、脇を締めて下の方にバーを下ろしてくる、ワイドだと上の方に下ろしてしまう、癖がついている方でもナローグリップで脇を締めて下の方に下ろす、で上に向かって上げるという動きを体に覚えさせることで、練習中に肩への負担を少なくするというのももちろんなんですけども、ワイドグリップで持った時にしっかりと肘を畳んで下に下ろすという動きができるようになるので、ベンチを強化するという意味ではあえてナローグリップのベンチプレスを練習していただくことで、理想的なバーの軌道を体に覚えさせることができる、練習中の肩への負担を減らして怪我を防ぎながら練習することができる、そういうメリットがあります。そして最後ですね、足上げのベンチプレスになります。この足上げのベンチプレスなんですけども、これも筋肥大の目的でいくと、足を上げてベンチに置いておくことで足の踏ん張りが使えなくなるので、よりね大胸筋とか肩とか腕とかそういう上半身の筋肉で上げられるようになる、で上半身により効くんで筋肥大の効果が高くなるっていう意味合いもあるんですけど、これもベンチプレスを強くするという目的においてはまた別の意味を持ってきまして、足をベンチの上に乗せるとブリッジが組めなくなるんですね。ワイドグリップのベンチプレスの時にベタ寝は危険ですよって言ったんですけども、あえてねこのベタ寝の状態で練習をすることでメリットが生まれてくる場合もありまして、ブリッジを組むとそれだけね高重量が扱いやすくなります。それは単純にブリッジを組んで胸が上に来ることで可動域が狭くなるっていうのももちろんあるんですけども、ブリッジを組むと下ろしてくるときに広背筋の力、下ろしたり上げたりするときに広背筋の力も使えるんですね。背中の力も使ってベンチプレスを行うことができるので、それだけより高重量が扱えるようになると。あえて足をベンチに上げてベタ寝でやることでブリッジを潰してあげると、今度はその広背筋が使えなくなるので、よりですね大胸筋とか肩の筋肉で受けて上げるという感覚が養えるようになります。特にこのパワーリフターの方とかベンチプレッサーの方でブリッジがすごい高い選手なんかは、練習の最後に足上げのベンチプレスをやって、あえてブリッジが効かない状態でベンチプレスをやって、しっかりとね胸の筋肉を中心に受けるっていう感覚を忘れないようにするという方もいたりします。まあ、なのでその筋肥大という側面とは別にベンチプレスを強化するという意味でも補助としてね非常に効果的な種目だったりします。ただ先ほども言いましたけども、ワイドグリップでベタ寝でやってしまうと肩を怪我する恐れがあるので、足上げのベンチプレスを行う場合は
通常の81センチラインに中指の手幅かもうちょい狭め薬指とか小指ぐらいの手幅で握っていただいて行っていただくのをお勧めします。はい、ということで今回はベンチプレスを強化するためのバリエーションということでいろんなやり方をね解説させていただきました。またね筋肥大とは違ったいろんな目的があって手幅ですとか足の位置フォームなんかも若干違ってくるのでこういうところもトレーニングの奥が深いところだと思います。ぜひですねこのベンチプレス伸び悩んでいたなかなか100キロの壁が破れずに困っていたという方は参考にしてみてください。ということで参考になった方はグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄に新商品の情報を掲載しておりますのでそちらもチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。